こんにちは、速稼塾の久保です。まあ神童花龍馬シリーズなんですけども、今回はね、自己否定の訓練やり方なんですけども、これはないですね。自己否定は特に訓練しないとできないようなもんではないんですよ。まあそうですね、そう言ったら身も蓋もないんで、まあヒントみたいなことを言うならばですね、出会う人、目の前にいる人の優れた点、自分よりも優れた点、そして何かで張り合うときは自分の不得意分野とその人の得意分野を掛け合わせて勝負していくって感覚です。速稼塾にはこういう言葉があるんですよね。不得意分野で勝ちまくれっていうことなんですよ。で、通常の人っていうのは自分の得意分野で得意な体制で勝負しようとします。でも私は違うんですよ。実は一番自分が苦手なもの、苦手じゃなくても相手の得意な分野であえて勝負して、それでも勝ち切るようなねことをしなければなと。ですので自分が苦手分野で相手が得意分野ですから、これは自己否定しかないですよね、うん、でそこで勝つわけなんですよ。そのぐらいのことができなければ、勝負の世界、ビジネスの世界で生き残ることはないだろうというところから入ってるんですよね。まあ、ですので自己否定のトレーニングというのはないんですけども、強いて言えば、自分の得意分野で勝負しないってことですよ。誰かの得意分野に飛び込んでいくってことかなと思うんですよね、まあ、そんなところですね。ところで花龍馬さんね、以前一緒にズームライブやった時にプレゼント企画やったじゃないですか。あれどうなりました？あれちょっとね、私ね、お話したいことがあるんで、この後ビデオつなげておりますんで、そちらの方をご覧いただければと思います。それじゃあ画面切り替えます。一旦失礼します。こんにちは、速稼塾の久保です。私いつもねプレゼントを送るときにこのレターパックを使うんですね。で、レターパックに入る範囲のものにプレゼントは限られるんですけども、今回はこのマスクね、大きな箱なんですけども、これを箱から出してですね、中のマスクだけをより分けてこの中に入れさせてもらいました。で、ここにね面白いことが書いてあるんですよ。レターパックで現金送れは全て詐欺ですって書いてるでしょ。じゃあ逆にですね、レターパックで現金送れと言われてないのに現金を入れて送った場合はどうなるのかなと。一応ですね、ここに現金を入れるのは良くないこととされてるんですよ。まあですんで現金は送っていないことになっております。で、今回ね、花龍馬さんにちょっとね、お問い合わせをしようかなと思ってます。それはどんな問い合わせかと言いますと、今年一番思い出に残った買い物ってのは何ですかってことなんですよね。何ですかね、思い出に残った買い物ね。お金を払って何かね、対価を得る、なんか商品を買う、サービスをいただく、そういったものになりますけども、もちろんね、外食をするとか旅をするってものもあるかもしれません。いくら使ってどんなものを得たのか、どんな思い出や感動が残ったのか、そしてお金を誰かに渡して商品買うわけですけども、その渡された人はそれによって、どんな感動を得たのかとかね、どんな喜びや助けを得たのか、こういったことを考えると、私はねお金を使うことが楽しくてしょうがないんですよね。そして逆にですよ、何か商品やサービスを提供してお金をいただく時の喜び、この喜びはやっぱり素直にお金を払ってくださった方に表現したいなと思ってるんですよ。今回ちょっとね、謎めいた動画になっていますけども、どういうことなのかってことはちょっと次の動画でねお知らせしようと思います。今回のこの花や龍馬シリーズ81話なんですけども、これはね、ひとえに今年最も思い出に残った買い物というテーマでね、お届けしたいと思います。それでは一旦失礼します。